や手入ったろ手入ったろ手入ってんだろうよ。どうもトップレートでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、エンジェル様が皆さんもありがとうございますね、今週最後金曜日でございますので、はい、どうも ありがとうございます。ニーニーポンちゃんを出せっていうことでありがとうございます。もうちょっとお待ちくださいね、はい、よろしいですか。皆さん盛り上がる準備できてますか。いいですね、準備できてますね。バッチリでございますね。ありがとうございます、はい、さあそれでは、本日は AKB48 の君なれの生配信にお越しいただき誠にありがとうございます。ここで番組を楽しく観覧していただくための所注意がございます。大したことじゃないですけど、どんどんね、携帯電話の電源はつけておいてください。つけておいてください。番組中立ち上がるなどはアバターなのでできません。でもどんどんコメントしてください。コメントしてください。ちょっと喋んないでくださいね。本番中トイレは自由に行けますが、少しだけ我慢してください。よろしくお願いいたします、ね、まあなた持ってんだけどね、タイトルコールね、きびだれと打ち込んで、すぐ、待ってもらってポンと押せるようにしていただきたいと思います。あ、オープニングでね、ちょっともう始めますか。このエアコン強くない？そう、寒いんだけど、俺ら半袖だからさ、ちょっと寒いんだけど。え、暖かくなる？レッキ来るよね、うん、今日滑る可能性大だよ、大丈夫？いいのかな、うん、そう、のっけから寒いってね。ありがとうございます。今日エンジェルの皆さんも来ていただいてますので楽しんでいってください。よろしくお願いいたします、はい、それではあら、ぴったり始まりますよ皆さん、はい、ぴったりぴったり時間19時から、はい、さあ立っていただいて、はい、じゃあミディアムお願いします。はい、いきます。せーの、 AKB48 の君だれはい、大好き、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ始まりました、 AKB48 の君誰、うん、本日もショールームスタジオから夜8時頃までお送りします。はい、はい、ということで君誰が存続か打ち切りか決まっちゃう金曜日ということで、まず月曜日から木曜日までの獲得ポイントは約283万ポイントということで、残り読んでる時集中しすぎてるってことね。もっと笑いながら読みなさい。ディレクターからもっと笑いながら読みなさい。初めて注意された。はい、ということで残り67万ポイント目指して本日も頑張りますので、皆様無理しない範囲で応援ギフトお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは自己紹介、皆さんコメント欄でコールお願いします。はい、はい、はい、ということでまず、はい、チーム4の18歳綾子こと岡田彩香です。よろしくお願いします。あれってことですか。あれってことですか。昨日ミャオの部屋でキャッチフレーズやることになったんですけど、話れば劇場公演なので、見せてもらえない。じらすよね。さあダイナモ、はい、皆さんも一緒にお願いします。夢は大きく、志は高い。 ありがとうございます。チーム4のさっきこと北澤さきです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんもお願いします。せーの、夢は大きく、志は高く。髪もうちょっと下がった方がいい。高くて背が高すぎるから、高くじゃないな、背が高すぎるから、背は志は低く。はい、3年生の野沢瑠菜です。よろしくお願いします。はい、デコ、おお、え、すごい風、すごい風、すごい風。そうそう、デコポンポン、思いっきりビューポン。ありがとうございます。チーム4の18歳大森美優です。よろしくお願いします。声がいたしました。大丈夫ですか。大丈夫です。声若干ちょっと今日はこういう感じで。わかりました、ありがとうございます。そして森の熊さん事件で一躍有名になったパーマ大佐の大先輩トップリードさんです。パーマ大佐の先輩トップリードでございます。パーマ大佐ね、はい、よろしくお願いします。今日もね、はい、あともう61万ぐらい、61万、あ、違うわ、53万ポイント減っております。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。
言ってますね。ということで、金曜日なので月曜日から水曜まで誰よりもギフトを使って応援してくれたエンジェル様にお越しいただいております。かわいい。毎回言いますが明るいところに待機してますよ。カメラだから暗く見えるだけでもあります。そう、ね、ほぼ暗闇の中にいる倉庫みたい。倉庫みたいなところ。そうみたいですね。104さんの方がいいかな。天心って104。あなたなんでいつも金曜日に来られるんですか。あのなんでなんですかね。ちょっと番組終わらせたい方がいる。いやそんなことないですよ。あなたが来て盛り上がって、まあね、そういうことしてるからね。キャスティングの方君だね嫌いなのかな。いや前回なんかだってダイナも野座と森火でしたね。そう、寿司三昧。寿司三昧。寿司三昧が流行ってたんですよ。そう、なんとね、しもしものタイミングでね、しもしものおはぎの時になったんです。ちょっと何言ってるか分からないちょっと記憶がよく出てたはずなんだけど、さんもよろしくお願いいたしますということで、エンジェルさん楽しんでてくださいね。はい、お願いいたします。さあ、番組内でタワーを使って応援してくれた方には感謝の気持ちを込めて CM 前の提供ナレーションでお名前を発表させていただきます。はい、さあ、ということで早速提供。提供。はい、AKB48 の君誰は橋本直也様、JLO メイラム様、トルカート様、ブリハチ様、ラムネガ親方様、ヒロカタ大森美容師様、そして応援していただいているファンの皆様の提供でお送りします。はい、北沢咲の本当だ、めっちゃ暗いなんでよはい、北沢咲のショールームです。白いの光が来た。影がだって似合うって言われちゃったさすがとかあ、なになに、お影の子、影の子めっちゃ喋ってるけど嘘でしょ。野田が水壊したやだダイナもやって、ダイナもやっていいよ、ごめんねやばい、雨漏りみたいになっちゃった。なんかうるさいって静かにしてもらいます。めっちゃ。なになになに、私の？やだ。事故事故って書いてある。明るくなったっておかげで。なになに？本当に。いや、なになになに？お店代。すごいカメラの目の前ですごいことがえ、なんだろうな、のぞ黙れだってすいません前回もこぼしたようなって書いてある。誰だろう。こぼしてないね。誰だろう。こぼしたこぼしたんだ寿司三昧って書いてあったから、書いてあったからめっちゃドザのコメントめっちゃ多いね13期の話、13期の話なんだろうな。13期の話はめちゃくちゃ楽しかったですよ。なんかもうリハーサルからみんなおたけびを上げるんですよ、13期って。なんか普通だったら、あ、終わったねっていう、なんかスーって感じなんですけど、普通のリハーサルだったら、なんか13期だと終わったーって感じでなんかなんだろう、リハーサルなのにすごい達成感にあふれてました。へえ、おい岡田さん、レナチとは連絡取ってるの？あんまり取ってないです何の話？見た目かわいいだって。お、ありがとうございます。つけっぱなしで来ちゃった、幼馴染なのに、なんか幼馴染だからこそ
そんなに連絡取れないですね。はい、交代。はい。そうそうそう、野田ですよ。皆さん、チャンネルそのままにしといてくださいね。いやいや、終わっちゃう、終わっちゃう。え、終わった。野沢さん、お時間ないんですって。やっぱり野沢が出ると視聴率下がるんだ。下がりますよ。我々待っておりましたから。さあ、はい、ということで本日の企画は何が出るかな、何が出るかな、もしかしたら嘘かも。ね、かわいい。かわいい。そこのトーク。はい、今からこちらの嘘コロを振ってですね、出た目のお題のトークを皆さんに、はい、メンバーと、新妻さん、はい、5人にしていただきます。ただし5人のうち何人かは嘘をついておりますので、それを視聴者アンケートで視聴者の皆さんには当てていただこうということで。なるほど。こちらね、1人が嘘ついたら1番、2人が嘘ついてると思ったら2番というふうにね、何人嘘ついてるかを皆さんに当てていただこうということでございますので、ね、はいはいはい、1から4のアンケートで後でお答えいただきたいと思います。はい、さあ、それでは早速いきますかね。はい、いや、ざんまいはいい、ざんまいは。じゃあみんなで振ろう。はい、いくよ。みんなじゃない、これ。せーの。何が出るかな、何が出るかな、もしかしたら嘘かも。へい。おーっと、おーっと、おーっと、おっ、なんだっけ。たまげた話、略してたまばな。わかんない、わかんない、わかんない。たまなんだよ、おい。そんなんでしたっけ、小坂さん。たまげた話でございます。では皆さんでまず何に嘘つくかとか、はい、そちらの方ね、音声拾わない程度に相談していただいて。はい、あとでですね、何に嘘ついたかっていうのをアンケート取りますんでね、そちらの本当か嘘かっていうのを考えつつ楽しんでいただきたいです。はい、どうしました。あ、大丈夫です。あ、決まりましたか。大丈夫。大丈夫。水こぼさないでしょ。さあ、それでは誰からお話ししますか。じゃあ、たまげた話、誰から聞きたいですか。逆に皆さんを騙しますから。あ、本当ですか。はい、皆さんが聞きたい方を。あ、さっき野沢、野沢にしますか。じゃあ野沢で様子を見る。野沢で様子を見る。野沢で様子を見る。先方だからね。さあ、じゃあ、はい、じゃあ野沢さん、たまげた話。蛇口をひねったらみかんジュースが出てきたんですよ。あ、真面目にやってもらいます。騙すのよ、みんなを。どっちする？どっちがいいですか？そう、いや、それは分かんない。さっき決めたでしょ、嘘つく人とつかない人と。、うん、どっちだったっけ？そうやって言ったらどっちか分かっちゃう。皆さんが野沢って言った人も悪い。悪いですね。最初に野沢って言ったのが悪い。野沢は4番目でしょ、絶対。最初の野沢わけないんだよ。じゃあ、もう1個にしますか。もう1個。いいよいいよいいよ、もう1個。今日夜寝てて、今日夜昨日の夜、途中に起きたんですよ。そしたら、窓のところに手形があったんですよ。うん、で、あの手形、切手の方の手形があって、え、通行手形。え、どういうこと。で、うん、はぁ、あ、っ
夢だったんですよ。わかりました。っていう玉げた話ね。はい。はい、待って忘れちゃったんだけど、なんだっけ。なんだったっけな。そうだね、手形だと思ったら切手の方の手形だったんですよっていう話。じゃなくて手形があったんです、うんうん、起きたらもうそのでも手形はこっちじゃなくて濃い方じゃなくてこういう切手の方の手形があってびっくりしたって話ね。はい、それは夢だったっていう夢だったっていう話。あ、思いました。手たまげた話です。はい、この状況に次から野沢最後です。じゃあもう岡田さんからいきましょう。はい、はい、次フォーコインの時に発見したんですけど、うん、千葉エリーの成長ってすごくて、あ、すごい、いつの間にか私の身長抜かしてて、今、はい、で野沢よりはちっちゃいんですけど、いつの間にか本当にでかくなってることに、もう何、おったまげた、あった時ってこんなんじゃなかったっけ。あった時ってもう本当にちっちゃかったんですよ。まあそうだね、ちっちゃい1年の成長がこれはもう金消しだ。筋肉マン消しゴム金消し。もうエリーもうやばいです、成長が。多分今も成長期なんで木みたい。ちなみに木みたい、木みたい、2人とも言ってるけど、ちなみに他でなんか成長してるってこと、まあ背も成長してるけど、うん、中身はどんな中身、うん、でも人見知りが少なくなってきましたね。結構自分から話したりとか。おお、なんか本当にさ、悪魔に取り憑かれた子みたいな顔する。バカムシ。笑ってって言っても。でも最近本当に表情も豊かになってきた。あ、本当？うん。全体的に本当成長してきたって本当びっくりしました。っていうたまげた。まあたまげた話。たまげた。皆さん覚えててくださいよ。はい。はい。じゃあ誰行きましょう。北澤さん。はい。私は昨日の話なんですけど、うん、珍しくワイドパンツを履いてまして、いつもあんまりスカートばっかり履くんで、うん、あんまりそのガウチョパンツとかそういう系統履かないんですけど、うん、まあ、身長が低いので、うん、普通の人が履くよりも長くなるんですね、丈が。で階段を登ってたら、うん、片足のその中に反対の足をが入ってってしまいまして、この中でってこと、こっちの足を普通に階段登ろうとしてこうやってやろうとしたら、こっちの足のズボンの中に足が入って結構派手に転びました。危ないよね。でも危ねえな、そんな事故あるんだっていう玉げた話です。玉げた、私はワイドパンツが履けないんだ。いいじゃないですか、彼女なりの盛り上げようとして取り返そうとしてるんだ。2回も水こぼしてる。でも危ないねこれね、多分私履いちゃいけない人なんだなって思った。注意事項に書いとかないとね。注意、足2つ入れないように。いや足2つ入れてないから。まあまあそういう事故が起きたならね。じゃあ大森さん。はい、AKB の楽屋にこういうエアコンがあるんですけど、で私楽屋が端っこで着替えるところが、あ、エアコンじゃないか、なんだろうあれ、加湿器みたいな空気清浄なんか何かしらの機械が備え付けた、そう備え付けてあるんですよ。でこの間公演の時になんかめっちゃ変な音して、なんかブッブッブッみたいな、え、なんだろうと思ったら、なんか人の声みたいなのめっちゃしたんですよ。え、で、え、この中に人いるのかなと思って、そしたらなんか黒い、なんか真っ黒クロスケみたいなのが、このなんかこう、網目状だったんですよ。それが、そっからボロボロボロって落ちてきて、で、私の洋服にビチャって今なってるんですよ。え、何？汚れってこと？わかんない、わかんない。え、何それ？気持ち悪いな、それ。やばくないですか？人かもしれないってこと？人がいたかもしれないし。劇場の上に人住んでる。かもしれない。っていうおたまげた話ね。そう。おたまげた。そう、真っ黒クロスケある。ついている。はい、じゃあ新妻さん。はい。はい、僕結構自炊するんですが、うん、白米をね、必ず3合炊いて冷凍しとくんだけど、うん、まず白米を3合入れて、うん、で水でジャーって洗ったのね。うん、そしたら。なんか細かい点々点々みたいなゴミがうわーって浮いてきたのよ。で、なんか玄米入れちゃったかなと思って、間違えたかなと思って見たら虫。米びつの中に大量の虫が湧いてて。え、じゃあ、
虫だったかもしれない。いやそう、それ虫だったかもしれないかもしれない。いやもうすごいよあれ。だからちゃんとあの米当番みたいなやつ入れとかなきゃダメね。米当番。ちゃんと蓋してんだよ、密閉してんだけど、アリじゃなくてね、ダニみたいなね、米と同じ色の虫がね、ブワーって入ってたっていう、おったまげた話。ついてるかもしれないから気をつけてほしい。洗った方が爪の中とかに。1ヶ月前ぐらいの話ですよな。怖っていうおったまげた話です。さあ、はい、それでは5人たまげた話終わりましたけども、ちなみにエンジェル様まあ、一人は明らかに嘘だった。あ、やばい。それ待って。黒くなってる。じゃ汚いここ。いやいやいや。真っ黒クラスじゃないですか。黒くなってる。あの水で泥と水。分かってる。泥はどっから出てきたの。すごい。野田の周りだけどんどん汚れてる。なんか私が不潔みたいでやめてください。その米の虫の方が汚いんですよ。そうだな。さあ誰嘘だと思う、ちなみにエンジェル様。暗い。あ、結構難しい。暗いな。じゃあマスクつけてる一番後ろの方。はい、3番って誰。あ、もう3人ぐらい嘘ついてる。ちなみに誰は嘘だと思うんです。ノザミューボ ー, ー, ボ ー, ー, ボーさっき。おさあということで、さあ皆さんどう思ってるのか、視聴者の方はどう思ってるでしょうか。こちらね、1人だと思ったら1番、2人だと思ったら2番、3人だと思ったら3番、全員だと思ったら4番、こちらを投票してください。投票スタート。さあ、まあ、誰が嘘かっていうね。オリンだけリズム違うの。さっきは本当な気がする。全員いますね。あやさん何の話してる。さっきってしっかりしてる感じありますからね。もしかしたらあるかもしれませんし、皆さんも本当に蛇口からオレンジジュース出たかもしれません。ありませんよ。はい、どっかも一緒に出るもんね。さ あ投票結果出ました。ちなみに2番が一番多い、2人、2人が一番多いですね。で3、4、1ということで、ございますけども、さあそれでは結果はどうなんでしょうか。結果を教えてください。お願いします。いくよ、せーの。嘘をついたの、嘘をついたの、嘘をついたの私よ。はーい。ということで、2人、すごい、すごい。2番の方、じゃあ一番多かったですね。43.7% の方、大正解。素晴らしい。すごいな。いや、悔しい。いや、悔しい。いや、悔しい。めっちゃ悔しい。なんだ手形の話。意味わかんない。でもなんか嬉しくないんですか、手形があったら。何手形って、そもそも何なの。何手形って。手形って、あの切手みたいなやつなんですけど、お金になるやつですよ。小切手みたいな。そんなことある。嘘の中で間違えるややこしいんだから。何なんだよ、よくわかんない。ややこしい。あと森火のその なんかわかんないやつなんですよっていうのをやめてもらえる。やべえなと思ったよ俺ら。なんか真っ黒クロスケみたいなやばいやつがここについたんですよじゃないリアルな嘘をつかなきゃダメなんだから。ちょっとこれ我々のお仕事じゃないで。バレちゃってるから、はい、次はしっかりやる。次ちゃんとね、こういう感じでやりますから。はい、じゃあそれではサイコロ。あ、よし、せーの。何が出るかな、何が出るかな、もしかしたら嘘かも。お、何何何、クソワルタや。クソワルタ話、略して何何コメントある、コメントもないです。あ、クソワロ来ました。クソワロクって書いてる人いますけどね。クって書いてる人いますよ、あんた略しすぎて。じゃあ、クソワルタ話、何に嘘つくか、じゃあ相談していただいて。はい、
あすごいね、これじゃわからないね、うん、あちょっと喋ってるから何かしら、はい、そうあろうとはね。さあ決まりましたね。ちょっとノズ頼むぞ。本当に騙すからなみんなを、はい、ピンポーン、ピンポーン。じゃあ新妻さんから行きますか。あ僕から行きますか。はいはい、はい、じゃクソワロと話お願いします。クソワロと話、はい、分かりました。あの僕、はい、一軒家を買ったんですけども、はい、あの隣の向かいの家の人がね夫婦なんです。であのどうもっていう毎回挨拶するんですけど、なんかニヤニヤ見られるから、うん、わあなんだろうなと思ってこんにちはこんにちはって言ってて、ほんでまた次の日こう外入ってたら、外をねゴミ捨てたらなんかこうやって近くに寄ってくるから、あなんかバレちゃったかなと思って、やっぱり俺キングオブコント2年連続出てるしと思って、そんなことでやっぱ最下位じゃないね、 8組中最下位だったって思い出させないで。お前が思い出させた。そしたらあのあこんにちはってこっちから声かけたんです。こんにちはって言ったら、あ日本人の方なんですねって言われて、はい、ずっとなんか海外の夫婦だと思われてて、国際結婚してると思われてて、いやあの日本人です、あどうもよろしくお願いします、あ芸人ってことも分かってなかったんだねいう話です、っていうクソワロタ。なるほどです、はい、さあそれではあじゃあ岡田さん、はい、はい、あの私今日その野里二人で遊園地に遊び行ってたんですけど、うん、風が強くてすごい、うん、でもう二人してちょっと今日やばいねみたいな話してたんですけど、うん、すっごいもう台風並みの強風がすごい吹いた時に、うん、野里の髪の毛がなんか半分剥げてるような感じに見えたの。でもえこんな感じだけど、一回ハゲ疑惑出てくるやめて。そうなの？ショールームで一回前髪薄くないってなったから本当に。でもなんかでも気にせずそのまま歩いてるから、うん、この人やばいと思って隣で歩いてる。なんかあ一応アイドルだけどそこ気にしないんだと思って超内心笑ってました。えそれっていう。そうなの？ここから見るとそうでもない。え、なんか多分横から吹いた時にここら辺の髪が思いっきりこっち側に行ってっていうクソワロタ。はるか彼方師匠みたいな。はるか彼方。はい、じゃあ北沢さん、はい、はい、ダイナモ、はい、私は、この前の陸泡での話なんですけど、青春フィロソフィーを、うん、あのまあ、ランクインしていただいてさせていただいて披露したんですけど、その時の衣装があのヤングコンサートの時にの自分のサイズの衣装だったんですね。だからみんな割ともうちょっと数年前なので子供の体型してて、それを自分の衣装を着るってなって、でみんな入るかなやばいかなってみんな、まあ、あの上にも横にもいろいろねそう大人の体験になってるのでそれで不安だねみたいな話をして、まあ、着てきたんですよ。でみんなよし着れたってなって、でみんなであの一回練習してみようかって言って練習を笑ってる練習をしたんですよ、はい、でそしたらあの西野美希ちゃんがちょっとあのお胸の方が私と割と似てた感じだったんですけどちょっと離れていきましてあのこうなっててパチンってこう止まってる前がパチンって止まっ、そうボタンでパチンで止まってたんですけど、あの胸を張る振りなんかこういう振りがあった時にパンって一緒になってて、それであ成長したなってなってたんですけど、本人すごい楽しかったみたいで、あのカメラに向かって何回もやっててっていうクソワロタ話でした。あその本番のやつ、あの舞台裏で、あ裏でね、そうなんです、やばいねって言いながらもたくさんカメラに向かって見て見てって言ってこうやってパンパンってやるたんびにお胸をパンパンそうなんです、パチンってなるやってましたっていう感じです、はい、じゃちょっとノーザー一旦待っててね。なんでですか？大森さんから。じゃあ、はい、私も肉泡の話なんですけど、はい、私ロマンスかくれんぼっていう一人の歌をランクインさせてもらって、で歌ってたんですね。で上の階段でこう歌ってて、でそっと
って後ろを振り向く振り付けがあって、そしたらモニターがこう映ってて見えるんですよ。で私どんな顔で歌ってるかなと思ったら、めっちゃ湧いてる武藤トムが映ってて、あれみたいな、これ私これ私の曲だよねと思いながら、まあどんな顔して歌ってるかなもこう見たら見えないけど見たらあれ私いないと思ってそれがすごいなんかその姿がクソワルタだなと思いました。なるほどね。はい、じゃあどうぞ。私チーム方向園で、うん、もうユニットコンフェッションをやらせていただいてるんですよ、うん、でめっちゃかっこいい曲でスタンドを使うんですよ、うん、なんかもうめっちゃかっこよくて大人っぽい曲なんですよ、うん、でもな岡田奈々ちゃんとかみゆぽんさんとか、うん、あのゆいりちゃんとかめっちゃかっこよく決めてるところで私もかっこよく決めようと思ってめっちゃスイッチ入って頑張ってたんですよ。そしたらなんか感想めっちゃ踊ってたら急にスタンドがギュインって大きくなっちゃって自分より背高くなっちゃって急にスタンドがで、ふわってなってでもそのまま位置戻んなきゃいけなくて戻ったらめっちゃ高いスタンドのまんまこうやって斜めにして歌っててそれがめっちゃ面白かったんですよ。こちらからは以上です。わかりました。さあそれではまたじゃあエンジェル様に聞いてみましょうかね。じゃあ一番手前の方、はい。何人嘘だ。誰が嘘だと思います。野沢一人。野沢一人。おお。なるほど。エンジェル様は。野沢一人なんじゃないかという予想でございますが、はい、皆さんはどうでしょうか、こちらに投票してください。それでは投票タイムスタート、1人なら1番、2人なら2番、3人なら3番、それか全員なら4番ということですね。今回は騙せたんじゃないですかね。ちょっとね分かりにくいですけどね、なかなか、何が多いだろう。例えばね、陸派は行った人とかだったら、あこれ本当なんじゃないかなとか、うん、もうあるかも、あんな事件は確かに見たなとかあるかもしれませんけど、ね、さ あ, あこの順番で来ましたね。もう1番が 42.3%、 2番 30.6%、 3番 17.4%、 4番 9.7% ということで、まあ1人が一番多いということですが、結果はどうでしょうか。お願いします。せーの。嘘をついたの、嘘をついたの、嘘をついたの私よ。はい新妻さんただ一人ということで、一人はそうだ、なんか嘘っぽい話するわけちゃんと、いやもうちゃんとさ、野沢が話すればさ、誰が嘘だったのって分かんなくなるわけじゃんか。で野沢が一人で嘘ですって結局一人の嘘でもう正解です俺がもう一生懸命作った話をさ、自分の悪口を自分で言って。いやです、なんか嘘っぽいのが二人いたらいいかなって思ったんですよ。俺が嘘っぽい話だと思った他にもしかしたらいるかなと思って分かりにくくしようとして、なんか大きくなっちゃったもん、伸びちゃったとかね、成長しちゃっただとちょっと嘘っぽいか、そのワードチョイスした。俺がもう何か分かんない、何か分かんない。でも何人か2人かなっていう人もいましたし、いました。そうですね、全員かなっていう人もいたんで、ある程度騙せてます。全員っていう人もいたんで、本当ですか。今のところ合ってますね。アンケートはもう全員正全問正解です ね, ですね。正解というか、まあ悔しい、多数派が騙せてない、当たってますからね。でも1万3000人いたら4人、1、2、5、6人関係ないよ消えるよそろそろ最初は、はい、嘘からお願いします。せーの。何が出るかな、何が出るかな、もしかしたら嘘かも。やいやいやい。あ、これはでもこっちにしましょうか。うるうるまるし、略してうるばな。うるばな。
もう坂井さんそんなんじゃないさあそれでは、うるうる話何に嘘つくか、そうだね、してください。作戦会議だ、はい、すごいこれどうしよう、どうしよう、それいいよね、どうしよう、うわどうしよう、どっちでもいいんです、待って、誰だコメントで室蘭は外国って書いたやつ失礼な失礼な、オッケー、北海道ですよ、はい、さあそれでは決まりましたか、はい、じゃあそれでは、あ、誰から行きましょうかね、じゃあ大森さんから行きますか、はい、はいはい、私は小学校3年生の時の先生がすごい、あの男の体育会系の先生なんですけど、でそれまで結構クラスが荒れてて、荒れててっていうか結構やんちゃな男の子がすごい多くて、でその先生はあの新しい先生だったんですね、ですごい一人暴れん坊な男の子がいて、その3年生の時にその先生が入ってきて、で他の先生はその男の子であんまりなんか怒れなかったんですけど、その先生はすごいなんか厳しいんだけど説得力のある先生 でその先生になってから私もすごいなんかあんまり争い事好きじゃなくなったし、なんかその先生何コメントが目に入っちゃって、何のぞ自体が違って、本当にごめんなさい、無視してください、何が入った、本当に無視して、いや無視してください、無視してください、無視できねえんだよ無視できないよ、横で笑ってっからよ本当に無視してください、すみません、それ でクラス替えの時にその先生1年で他の学校行くことになっちゃって、そしたらなんか1人ずつメッセージをくれたんですよ、そしたらその先生がと1対1であんま喋ったことがなかったんですけど、そのみゆちゃんはすごい周りに気を使うけどそこがいいところだからそのままでいいんだよっていうメッセージをもらって、それからもう私はずっと人のことを気にする私でいいんだなって思いながら今生きてます、はあ、いい話ですね、そういう影響が出る子先生っていいよね、うん、そう、その先生一人だけだ、じゃちょっと野沢待っててね北沢さん行きますかね、はい、私はあの最近2週間前ぐらいに髪の毛を20センチ切ったんですよ、うん、元はお腹のところぐらいまであったのが今胸ぐらいなんですけど、あのまあ最初10センチぐらい切ろうかなって思ったんですけど意外と切ってみたら分かんなくて、でもやっぱみんなに気づかれたいなって思って、だからよしもう10センチ行ってみようって思って、これなら絶対気づいてくれるって思ったんですよ、でまあその13期公演のレッスンをやってたので、まあ、13期同期で結構見てくれてるメンバーが多いから絶対みんな気づいてくれるさって思ってたんですよ、そしたらまさかの気づいてくれたの2人でしたっていう話です本当のうるうる泣きそうになっちゃったみたいな、そういう、うるうるですよ、そういう感じで、これちなみにさ、あの髪切った時に言ってもらいたいタイプ、はい、でも今回は気づいてもらいたくて20センチ切ったので、なるほどね、嫌じゃない、嫌だ、嫌だよね、恥ずかしい、見ないで、そういう人もいるんだ、もう女性はみんなってわけじゃない、自分でただ切ったんで見ないで俺もすっごい嫌なの、あの人すごい言うのよ、あの作家が、あら髪切りましたみたいないいよいいよ、言わなくていいよ、恥ずかしいやつだ、でもそこは言ってもらいたかったんですね、はい、そうなんです、本当は、はいはい、じゃあ岡田さん、あの私は自分なんて言うんだろう、自分がちょっとバカすぎてショックを受けたんですけど、うん、2つあって、まず小学生の子に得意だった掛け算がたまに言えなくなってきたってことと、掛け算そんな怖いよ一回不意に7の段言ってみてって言われた時に言えなくて、7の段はね難しいよね、難しかね、なんか本当に不意に言われると今まではもっと頭の回転早くてスパッて言ってたんだけど、最近なんかちょっとなんか
記憶力が薄くなってきたのかわからないんですけど、そういうのがあって、あともう一個が犬を2匹飼ってるんですけど、まず初めて家に連れてきて2匹目を、で初めてショールームに出した時にその子の名前をまず間違えて、なんか小梅って言うんですけど、最初になんか見せた瞬間梅子だよって言っちゃってそうやって間違えるの？すごいへこむし、最近もミニチュアダックスフンド のチョコタンっていうチョコレート揺らした女の子2匹なんですけど、見た目がたまに分からなくて名前を間違えるってこともあるんで、ちょっと自分自身に結構ショックを受けてるそういうウルウル話ね。そう、もうショックする。自分にウルウル話ね。ちなみに 7×6 は42。おお、7の段って、7の段ってひっくり返すとやりやすいですよねちょっとわかんないですけど、野沢7×8、7×56。頭いいですもん、野沢。そう、野沢いいんですよ。そう、このもうこの子ね、頭いいんですよ。あ、そうなの？この子はね、いいんですよ。やばいです、ビジネスカオス流れちゃうカオス、初めて聞いた、ビジネスカオス。ビジネスってカオスじゃない？いいんだ。秀才なんですよ。結構いいんですよ。あ、そうなんだ。意外な一面。じゃあ新妻さん。はい、はい、キングオブコントの時に、ネタで必ずこれやるっていうのも決めていて、でサラリーマンのネタ、ネクタイをしていくネタなんですけど、いつも使ってる紫色のチェックのネクタイがなくて、ほんでなんでないのって言って、いや分かんないけど、じゃあこのネクタイ持ってきなって言われて、奥さんに、全然違うただの赤いネクタイを渡されたのね、ほんでまあいいやってこれつけてたら、なんか後ろがちょっともっこりしてて、したらお守りにつけてあって、その後ろに、ほんでそのポケットみたいになってて、こういう風に、その中見たら目指せ8って書いてあったこれは決勝に行ってくださいっていう意味を、で1位じゃなくてもいい、8位でこうみんなにバカにされるでもいいから、決勝にはとにかく行ってくれっていう思いを込めて目指せ8位って書いてあった。あ、今年の準決勝とか、そうそうそう、うん、そういうことか。あ、見事決勝行けなかったんですけども8位もなれなかった、ね、それは見てちょっとうるうるしましたね。なるほど、はい、ええー、子やな。さあ、それでは野沢、はい、うるうる話を。うるうる話ですか、はい、私梅のジュースが大好きなんですよ。梅のジュースが梅のジュース、はい、そうなんです、はい、でも梅のジュースって夏にしか自販機に出ないんです。あ、まあ私、ね、私統計の中では、私統計の中では夏しか出てこないんですけどなんと今日見つけたんですよ、梅のジュースを自販機で。冬なのにですよ、今ちなみに冬なんで珍しくて、もう本当に感動してうるうるした話まあ、そうなんですよ、ね、それぐらい好きだっていう、ね、そう、季節が変わってもね、現代の電化製品の技術では再現できるんですよ、それが。何を言ってるんですか、ということに。電化製品の怖いな、これ頭良すぎるって可能性が出てきたさっきの話からさ。さあ、はい、ちょっとエンジェル様にも聞いてみましょうか。はい、何、はい、んじゃあ真ん中の、はい、難しいでしょ。一人はいますからね、絶対。何人？暗い。何人だと思います？じゃあ3人、逆に。マジっぽいから3人嘘ついてる。3人。3人嘘ついてる。誰？あやか。ミディアム。ノーサ。ノーサ。ノーサ嘘だってすごい。ニューポン。なるほど、野沢嘘だったらすごいよさあ皆さんいかがさあ、それでは皆さんはどうだったでしょうかこちらね、予想して投票してください。投票スタート。今回負けてるね、1人だったら1番、今回負けてると思うよ、たら2番、3人だと思ったら3番、全員だと思ったら4番を、もう誰か1つを予想してください。みんなどんな話しちゃったの、自分の話で精一杯で忘れちゃった、みんなの話忘れちゃった。
森口先生の話、ダイナモ髪を切った話、あミディアム自分が衰えていく話、僕ネクタイの話、ノザ梅ジュースの話。結構来ました。お一番多いのが2番、2人、2人が 35.0% おで2314の順番ですね。2人か3人なんじゃないかっていう感じですね。すごい割れましたね。すごい割れてますね、はい、めっちゃ嬉しいこの結果。ちょっと言わないまだまだ待って待って待って、割れてること、あーなるほどね、割れてることがめっちゃ嬉しい。さあそれでは一体嘘をついたのは何人なんでしょう。正解お願いします。嘘をついたの、嘘をついたの、嘘をついたの私よ。はい、はい、あ3人、3人ということで 26.7% の方正解、おめでとうございます。ようやく多数派、髪切ったの気づいてくれたの0人でしたマジでわかんない。2人じゃなくて、え、気づいてたよね、私たち言ってないけど気づいてた言ってないけど、髪切ったって言ってくれたの言ってほしいんだよね。私今でもわかんない本当にまだ嘘だと思ってる、わかんない、用できない、わかって。え、森美が嘘だっけ。すごいね、あの先生の3年生の時は女の先生でした。さすが大女優でございますさあ、ね、ラスト1回、はい、ラスト1回短めていきましょう。なんだろう次、何が出るかな、何が出るかな、もしかしたら嘘かも。おお、なになに、なになに、どう、クエスチョン、クエスチョン、クエスチョン、略してクエ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 、これってどうするんですか。じゃあまずテーマを決めた方がいいですね。その何の話か、まあ、好きな話でいいですよ、この中にある話でもいいですし。どうする、え、暴露、あ、暴露、暴露にしましょうか、暴露話。待って、ね、はい、ではこちら、あ、じゃあこれ、お振ってるの、俺のマイクも振ってるってこと、ああ、そうなんですねいや、こう音鳴ってるから、あ、そういうことなんだね、ちょっと、ちょっと今ね、あのアンケートですか、あ、もう決まりましたか、決まりましたじゃあ、誰からいきましょうか、はい、もう皆さんで決めていいですよ、誰からとかあります、まあ話してないか分かんないか、じゃあ北澤さんから、はいはいはい、暴露話ですね、暴露話、はい、はい、私はチーム4のメンバーの話なんですけど、村山優里ちゃんなんですけど、結構なんか自由な感じの服装が好きで、割となんかゆったりした服装を結構着るんですけど、実はゆいりちゃん劇場公演来るときはノブラです。おー、いい、これはいいのかっていう暴露話です。何もね、覆われてない真っ赤なゆいりんごのままあーいいですか、コメントも伸びております、コメントも伸びております、そうだね、本当だったらいい話じゃあ岡田さん、はい、はい、私はさきちゃんなんですけど、はい、さきちゃんこう見て真面目じゃないですか、こう見えて、はい、なんかでも私本当に知ってる話があって、さきちゃんの髪の毛って実は一回染めたことがあるんですけど、けど本当に染めたのが似合わないからすぐ戻したんですよ黒に。あ、あ、それは何色に、現役中に、現役中に、ほん、なんかちょっと長期の休みがあったんですよ、多分お正月に、その休みがたくさんありますね、はい、さきちゃん多いから休み自分で言うのはいいけどでも本当にちょっとこういうキャラもあるんだよっていうのを今ここで暴露したかった。おお、これなんで髪色を変えたんでしょうか、それ私が言うんですか、どど
私が変えた理由はやっぱりなんか地味っていうねイメージが強かった時期になんかパッとなんかガツンとなんかやりたいなって思ったんですよ。殻を破ってね。そうなんです。だからやりそうもないことをしたいって思った時に、まあ、一番簡単にできそうだったのが髪色変えるっていうっていう考えに至ったので一回やってみたんですけど、どうしてもちょっと顔がやっぱそんな派手な顔じゃなくて割となんか黒髪のイメージも強かったのでさすがに似合わなかったなっていうのですぐにやめました。でもあれでしょ、がっつりマッキンキーになったわけじゃないでしょ。いやでもほんのり茶色ってことでしょ。あでもこのぐらいですかね。結構いった。でもさきちゃん本当に似合わなかった顔が地味だから。顔が地味なんでね。さあ本当かでしょうかね。銀妻さん僕ですか。はい、暴露話ですよね。あ、はい、あの8のライブの MC と前説させてもらった時に、うん、あの往復福岡が、うん、あの見に来てたんですよ、うん、福岡聖奈が、うん、往復がね、うん、で楽屋も一緒にいたんだけど、うん、なんかモジモジしてんのよ、うん、でどうしたのって言ったらあの山田七海からサインをもらいたい。かわいい。お前そのメンバーなのにサイン欲しいの私誰にも言えないんだけど山田七海のサインが欲しいっていうことで俺と一緒に行って手帳 の, あの一番後ろの方にいや私でいいんですかって言っていやいやーってなってあのちょっと書いてもらうだけでいいかなってサインを書いてもらってましたよ。なかなかメンバーからサインも書いてもらうってことはないけど、ね、だからメンバーに行ってね、うん、はい、なんかやっぱ自分にないものを持ってるがすごく憧れるっていうことは言ってました。で滝田にそれ言ったらもうすごく怒られてました。やめなさいっつってアイドルに近づくのは別にアイドルなんだからいいだろう。アイドルに近づいて滝田厳しいから。そんな滝田も見に来てたんですけどね。はいはいはい、はい、じゃあ大森さん。はい、私は野沢なんですけど、野沢はあのうさぎのぬいぐるみを持って寝てるんですよ。意外気持ち悪気持ち悪いけど可愛いって言われるはずなんだけどね。なんかうさぎって言ってもなんかゆるいゆるああいうあのああいううさぎなんて言うんだろうあのモフモフとかじゃなくてなんか点々丸みたいなゆるいうさぎをいつも持って寝てるらしくて、でなんかこの間公演の時に間違えてリュックに入れて持ってきちゃって、本当にやめてください。キャラブレます本当に何キャラだっけ何キャラだっけ。ビジネスカオス死んじゃうよ。美味しいですカオス。じゃあ野沢。野沢え、あの彩香ちゃんさっき老化が気になるみたいな話したじゃないですか。老化、なんか老化がすごい気になってるらしくてなんか若白髪が何本かあるんですよ。だから彩香ちゃんは髪を染めたんですよ。それが気になっちゃって今は髪を茶髪にしたので若白髪を白髪染めなのこれ。そうなんです。白髪染めで結構な暴露でそれなかなかの暴露でしたけどちょっとね、いろいろね、早いんです、おばあちゃんになるのは。ハゲだったり、白髪だったり、大変だなおめでたち、そんな中、遊園地行ってる。さあ、それでは、誰が嘘だったんでしょうか。じゃあ、振り返ってみましょうか、はい、ダイナモ、あ、真っ赤なユーリンゴ話ミディアムは一度髪を染めた北沢の話、僕、せいちゃんがサインもらった話、森火は野沢がウサギのぬいぐるみ、野沢は岡田の白髪染めの話でございますさあそれでは何人が嘘でしょうか。投票してください。投票スタート。1人だったら1番、2人だったら2番、3人だったら3番、4、全員だと思ったら4番に、投票してみてください。さあどうでしょうかね。こうやってボールが飛んでくると2番が多いかな。2、3。さあどうなるか。はい、終了でございます。結果全員が 31.6% で1番、続いて2人が 29%、 3人が 22.5%、 1人が 16.9% と予想はこうなりました。さあそれでは、結果を発表してください。せーの。嘘をついたの、嘘をついたの、嘘をついたの私よ。あ見事にそう
見事、31.6% の方大正解。こんなことあるし、みんなの話が嘘っぽかった。やっぱり嘘っぽかった。でもだってここそうだよ。私の話実は彩香ですよ。ノーブラ。そうなの？みんなやったよ。嘘だろ、 嘘だろ、真っ赤なユーリンゴこっちだったか。こっちだったかい。はい、ということでそれでは嘘はい、以上ウソコロトークでございました。提供提供AKB48 の君誰は橋本直也様、 JLO メイラム様、トルカト様、ブリハチ様、ラムネガ親方様、ヒロカタ大森美容師様、プリズム様、田口和義様、ヤグ様、そして応援していただいているファンの皆様の提供でお送りします。はい、一人ショールーム。いや、こんな話が聞けるなんてね、皆さん。いい話だったね、だって。さきちゃん、神。あの、あやかが、てんてんてん。満足や。最高傑作。え、ミーポンが、え、私は違います。面白かった。イエイイエイ、嘘だけど感動しました。イエイ、あやこ推しになりました、だって。はい、交代。嬉しくないですよね、そんな情報が。本当に確かに確かに本当ですけど、あの、違います、違う、家から違う、駅から、じゃ家から劇場まで。マジノーブラで見てる。公園も、公園はちゃんと。え、だから私は下着をリュックの中に入れて。あの、ちょっとあの理由がありまして、家が寒くて。洋服、上半身を全部服脱げなくて、変えるのがめんどくさい。あの、寝る用のちゃんと下着をつけてるんですけど、夜。けどそれから普通のをつけるの、着替えが寒いから、劇場で着替えれば別にいいかなっていう。今はつけてる。今は仕事。はい、終了。いや、つけてるつけてないの確認って何。さあ、最後はこちらでございます。スケポイントチャージ。いやいや、あら、ポイントが残ってますよ。やばい、やばい、まだ欲しいじゃないですか。もう本当に、いや本当にごめんなさい、本当にこれ土下座します。今日事故いっぱい起こしちゃった。本当にこれでもし行かなかったら土下座します。さあ、罰ゲームします。はい、今日番組一番貢献したメンバーは一体誰だったんでしょうか。今からメンバーが48秒ずつアピールしますので、貢献度に応じたギフトをお願いします。はい、一番多くギフトを集めたメンバーが本日の君はに決定いたします。はい、いただいたギフトはメンバーにチャージして何かしらの形で還元させていただきます。はい、さあ、それでは、はい、岡田さんから参りましょう。48秒アピールタイムスタート。失
まずですね、金曜日に出るのが初めてっていうことと、君だれでトップリードさんと共演するのが初めてっていうのがまず最初で、まあ、内容的には嘘、頑張って嘘ついたつもりだったんですけど、やっぱ私は素直だからすぐバレちゃうそうです。まあ、あの最後の暴露話はちょっと結構本当に恥ずかしい思い出だなと思いました。あんまり広めないでください。それは振りですか？下着の色とか聞いてくるの握手会で絶対やめてください。でもお願いします。あ、いった、達成。ミディアムの下着で行きましたよ、皆さん。じゃあミディアム行きますか。ブラシャミスつけてつけて、ねえ、気持ち悪いです本当に。本当にこっち側の人たちドン引きしてるの。本当にやめてください。ですか、一ついいですか？何ですか？気持ち悪い。何がですか？達成してね、ありがとうございます。気持ちを込めて、この流れを制してまで。気持ち悪い、本当に気持ち悪いし、もうダイナモはどう思ってるんですか？体調不良に。いや、あなた二人は別に気持ち悪いと思ってるから、ダイナモどう思ってます？ダイナモどう思ってます？今こう胸にこんな感じ。聞いた僕がバカだった。いただきます。じゃあちょっと俺言いましょう。はい、向かって、はい、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは続いて北澤さん、はい、参りましょう。はい、じゃあ1秒アピールタイムスタート。はい、私は前回に引き続き金曜日でまたこの達成ポイントのヒヤヒヤを味わうのかっていう感じだったんですけど、まあ、結構ギリギリでしたけど、全然途中まで全然気にせずやっちゃってて正直なんですけど、まあ私嘘つくの下手だなと思いながら、なんかでもみんな嘘っぽいなって思いながら、なんかよくわかんない感じでした。いやでも、意外とそんなこともなかったけどね。でも髪の毛染めたことないので。そうだよ、そこは。そうだよ、結局の話、最後の最後の大盛り上がりをやってくれましたからね。大手柄ですよね。岡田彩香ちゃん、彩香ごめんね。ありがとうございました。終了。さあどうぞ。まずは行きましょう。はい、48秒アピールタイムスタート。はい、一安心でございます。私のせいでね、本当にね、番組が終わってしまうって思ったら、本当にそれこそね、うるうるしてしまう話なんですけど、皆さんね、嘘がねバレたということで、嘘が下手、要するにいい人なんです、みんな。そうなんですよ、だからやっぱりね、嘘はついたよくないですよ。狼少年みたいになっちゃいますからね、これからね、何言っても嘘だと思われちゃった。あとビジネスカオスは私生誕で言おうとしてたことも。いいんですか、言っちゃった。早めにね出てしまったんです。最後に真顔で寿司三昧行きましょう。ちょっとそれでカンカンカン行くから。寿司三昧。はい、じゃあ大森さん。はい、はい、こんばんは全国の変態の皆さん。皆さん変態失礼で、我々のせいだから。変態の皆さん見てますか？本日もとっても盛り上がりましたよ。でもちょっと面白かった。はい、今日は何やったっけな。あ、嘘いっぱいつきましたが、まあ嘘ね、本当はいけないんですけども。優しい嘘はいいと思います。でもこう嘘ばっかついてると信じてもらえなくなさそうなりそうなので、これからは正直にいきます。お、真顔のジャスト3枚。真顔で、はい、作って。
配信を戻ってください。まだ言ってない、まだ言ってない、笑っちゃダメよ、まだ言ってない、もう気持ち作って、気持ち作って、気持ち作って、笑っちゃってください。なんで笑っちゃうんだろうな、これ面白いよね。なんで笑っちゃうんだろう、これなんで笑っちゃうんだろうね、わかんない。さあ、ポイント出ましたよ。はい、はい、さあ、それでは一人ずつ見てみましょうか。あ、まず岡田彩香さんのポイントこちら。うわぁ14万8,000円、残りのポイント全部そこに入っちゃったから。それで達成したからね。あ、そうだね。北沢さん、はい、6万4,000ポイント。もうやだこの後。野沢さんポイントはこちら。野沢さん、黄緑始まって以来最下位以外ないんですよ。あ、そうだ、ね、今日はもうだって頑張ったもん。1位は黄緑で1回だけ、はい、行きます、せーの、じゃん。35,373ポイント。さあ、そして大森さんはドン。そんな最初ないじゃない。まさかの。俺に最下位だ。なんでイエーイなの。よかったな、ノブさん。まだ1位までの道のりは遠いです。ということで、今日のキビワンは岡田彩香。さあ、キビワンに輝いた岡田彩香さんは、今日ギフト一番使って応援してくれた田口和義さんに、ありがとうございます。感謝の言葉を、感謝の言葉をお願いいたします。それではどうぞ。田口和義さん、いつもポイントありがとうございます。田口さんは私のノーブラで入れたんですか、ポイントは。そんなことはないと思いますよ。気になりますが、うん、でもこれからもぜひ、君だれの方を応援していただけたら嬉しいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでエンディングでございますけども、どうでしたか、エンジェル様。よかった。こう嘘話作るの面白かったですね。ちょっと頭ぐる回転して、難しかった、面白かったです、ね。はい、この4人だからできたのかもしれませんね、もしかしたらね。いや、すごく楽しかったです。はい、ありがとうございました。続きますね。はい、来週も配信イベントを行いますので、そちらの応援もよろしくお願いいたします。さあ、はい、ということで、まあ、ね、継続決定でございますけど。じゃあ最後、じゃあ、挨拶してからにしようか。じゃあ、はい、君誰って言って、挨拶したら真顔でそこまで歩いていって、はい、寿司三昧、寿司三昧で行きましょうね。3位のコメント、3位のウィニング寿司。3位のウィニング面白い。ということで、ね、再来週もよろしくお願いしま す, いいします。ということで、皆様コメントお願いします。せーの、 AKB48 の君だれ。ありがとうございました。ありがとうございました。社員一同、思いを背負って寿司三昧。なんで笑っちゃう。いつか怒られるぞ。怒られることはしてない。AKB48 の君誰は、橋本奈代様、 JLO メイラム様、トルカト様、ブリハチ様、ラムネガ親方様、ヒロカト大森美容師様、プリズム様、田口和義様、ヤグ様、ヒガッチ様、カン北斗カッコカズ様、カズ太郎様、山田隆弘様、大方向様、そして応援していただいているファンの皆様の提供で、せーの、お送りしました。ありがとう。